まやです。今日はこちらドンキ購入紹介に。久々のドンキすごく楽しくてテンション上がっちゃった。何これ、え、戻戻ったすげえ。買ってしまいました。絶対いらんねんけど毎回買っちゃう。しかもこれ結構値段すんねん。ダン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 ビーダン。この間1本で約5回前後、あと3回。少な。早速ドンキ購入品紹介いきたいと思います。モッパン道具で使えそうな食べ物とかもいっぱい買ってきたからちょっと紹介していきたいと思います。まずもうちょっと開けちゃったんやけど、あの生理用品買ってまいりました。生理用品これね、2個買うと安いみたいな感じだったので2個買ってまいりました。もう使ったんですけど、でで私が一番もう狙ってたやつ、もう絶対みんなにえまた買ったんって言われるんですけど、こちらヘアマントを買いました。めっちゃ可愛くない？まずしんちゃん、羊のしんちゃんとカビゴン、こちら10個ぐらいあんねんけど私ヘアバンド。こちらカビゴン、パジャマにカビゴンめっちゃ可愛くない？羊のしんちゃん。クレヨンしんちゃんのグッズっていうの、ペンとかメモ帳とかいろいろあった。なんかもう可愛すぎてさ、どれも欲しいってなったんやけど、ヘアバンドって結構な値段すんやんか。だから今回はヘアバンドだけで我慢しようと思って我慢しました。カビゴンの方は何も書いてなかったんやけど、これめっちゃ可愛くない？しんちゃんのお尻触りたい。はい、こんな感じです。なんか肌色一緒ちゃう？なんか。こちらのカビゴンとしんちゃん仲間入りしたので、まあ、これを使ってまたモッパンとか撮っていきたいと思います。あと動画に関しての報告、まあなんかプチ報告みたいな感じなんですけど、もう少しで私6万人を突破、5万9311人なんですよ。なのであと700名様かな、700名の方に見つけてもらえるまで、チャンネル登録してもらえるまで、通常動画とショート動画どちらかをね毎日更新をしていきたいと思います。みんな見てください。はい、ということで次、あとあの買ったん、ちょっと前なんですけど、この見てブリブリザイモンの筆箱も買いました。これ多分前買った時に言ったかな、みんなに。こういうブリブリザイモンの筆箱もドンキ売ってます。ちなみに前これもドンキで買いました。めっちゃ可愛くない？結構動画でも出てきてるんですけど、鬼愛用してますブリブリザイモン。かわいい。あとね、これはこの前テム購入品紹介動画で買ったんですけど、このクレヨンしんちゃん柄のリボンも、こういうリボンのやつが、これちょっと可愛い系のパジャマとかに合う感じのヘアバンド。クレヨンしんちゃんのグッズがちょっと可愛すぎて最近集めがち。あと待って、まだ可愛いグッズあった。絆創膏を買いました。可愛くない？こっちはな、クレヨンしんちゃんの絆創膏で、こっちはたべっ子動物の絆創膏、全部で6種類こんな感じの絆創膏。こちらは全部で5種類展開でした。めちゃくちゃ可愛くない？なんかさ、これでさ、ちょっとなんか包丁とか切ってさ、あみたいな人がいた時とかにこれをさって渡すとさ、え、可愛いって絶対なるくない？こういう可愛い絆創膏マジで買っちゃいがちなんよな。なんやろ、あ、待って、絶対懐かしいって多分みんななると思うんやけど、てでってでー、たまごとち、懐かしい。懐かしくない？ちょっと、あかへんな。このキャラクターとかさ、このキャラクターめちゃくちゃ懐くない？ちょっと平成女子集まって、たまごっちかわいい。ドンキでたまごっち売っててんけど、しかもこれ3000円ぐらいやってんな。定期的にさ言ってんねんけどさ、私最近もうほんま母性が溢れすぎててマジでたまらへんのよ。母性を与える場所が欲しいって思った時にどうしようかなって考えた時に出会いました、たまごっち。私はここに母性を全投げしたいと思います。これを引っ張んのかな。待って、卵見て、生まれる？こうやってどうなったらさ生まれる？時間経てば生まれるのかな。なんか何の操作もできひんねんな。置いとくか。あとはもう日用品と食べ物なんですけど、まず柔軟剤の替えを買いました。詰め替え用、これマジでいい匂いやから人類全員におすすめって感じなんですけど、柔軟剤オタクなんですよね。だから匂いフェチで香水とかめっちゃ集めたりとか、柔軟剤とかもういろんなものとか試したりとかしてんねんけど、今のところこれはね結構匂い強いし、どれと組み合わせても結構いい匂いでいてくれるので愛用しております。リリージャスミンベルガモットって感じの匂い。いい匂い。なに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 、え、なんか生まれてんけど。なにこれ、なんか妖怪出てきた。でもなんか特に何も操作できないっぽい。まあ、とりあえず卵から羽化しました。これはちょっと甘すぎにお花の香りがふわっとする感じでめちゃくちゃいい匂いで、 SNS とかでもバズってたと思うんですけど、イロカっていうもう一個の柔軟剤と組み合わせるとめっちゃいい匂い。めっちゃいい匂いで、私も結構その
匂いはね使ってるんですけど、これとファーファとかランドリン東京とかもいい匂い。やっぱりでもこれとイロカはもう最強コンビすぎて、私は基本なんかデートの前日とかはこれを使ってね柔軟剤服洗ってます。ちょっといい匂いです。超一群の匂いでございます。はい、マジでいい。あ、なになになに、あ、待って、ご飯とかできる。え、待って待って待って、見て、体重測ったり喋ったりご飯食べさせて、ご飯食べさせよう。ちょっと成長させたいと思います、この子。よろしくお願いします。はい、次。たまごっちにさ支配されすぎて全然進んでないねんけど。あ、日用品でこちら筆も買いました。なんか、え、なになになに、マジうるさいな。なんで読んだ、ちょっと黙ってもろて。もう夜やで、あんた何時まで起きてんのほんまに。こちらの、そう、この筆を買ったんですけど、私たまにお芝居のお仕事とかもさせてもらうことがあって、そこでなんかメイクさんとかとお話しさせてもらうねんけど、メイクさんがドンキのブラシマジいいみたいな感じ言ってたので、ちょっとお試しで買ってみました。まあ、ちょうどさ、メイクブラシちょっと替え時やなと思ってたから。うるさいです、ちょっと今撮影中やからちょっと黙っとってください。こういう太さの筆を7本と、こういうポーチみたいなのもついてきました。こんな中に入れて管理しろってことか。おお、すごい、なんかちょっと高級感のある感じのポーチ。次はパックを買いました。私毎日パック派なんですけど、ルルルン、安定のルルルンですね、毎日パックは。ルルルンを買いました。あと、特別、なんか、デートの前日とか、撮影の前日とか、そういう大事な日の前日は、こういうスペシャルパックみたいな、ちょっとお高めのパックをね、するようにしてるんですよ。今、お気に入りなのは、トリデン。ナンバーズイの3番と5番が私は好きです。5番売り切れ取ったから、今回は3番だけ買いました。で、あとは、エイジングケアマスクなんですけど、スーパーレチノールが入ってるこれですね。なんか、私さ、肌多分、他のね、おすすめのパックとかはこちらになってまとめてるんですけど、もう肌私結構荒れがちやったんですけど、今もう全然ね、肌トラブルみたいなのもなく過ごせてはいるが、保湿とかエイジングケアとかに興味があって、それに基づいてパックとかを選ぶようにしてんねんけど、ただでもこれに関しては多分結構強いから、これやって赤みとか出てきちゃったとか、なんかその肌荒れたみたいな、逆に乾燥したみたいな声とかもあるらしいので、ちょっと注意が必要やなと思うんですけど、私個人的には結構これした次の日とかはもうブルブルというか、結構化粧のりが良くなるから定期的にやるようにしてます。まあでも基本これとかツイッターで載せたやつとかやったら大丈夫かなと思います。おすすめ、まあ定番やけど。次はこちら、ロム&の22番、ホメロスキン。この筆をねおすすめしてくれたメイクさんが、これもめっちゃいいでって言ってて、なんか自然な感じでいいでって言ってたので買いました。私の持ってないナチュラルな感じでいいなと思ったので買いました。わー、ちょっと待って、これ塗ってみようかな。うわ、なんかめっちゃ甘い匂いする。こんな感じの結構自然な色味ですね。色味的にはこういう感じでございます。これめっちゃ可愛い。続いてはこちら、シェーディングでございます。まだ普通になくなったのでリピートでございます。ずーっともうこれ使ってるから、マジでこれ以外を知らないので、ね、これめっちゃおすすめっていうわけではないんですけど、私イエベなので、これはイエベにおすすめ01番を買いました。ブルベにおすすめのやつもあった。これとブラシがついてるんですけど、はい、色味こんな感じです。もうずっとこの子しか知らへんから、なんか他なんかおすすめみたいなのがあったら教えてほしいねんけど、まあ、シェーディングはもう何でもやろっていう感じでこれを使ってます。私シェーディングさ、普段あんま塗らへんねやんか。もう絶対塗った方がいいねんけど、なんかだるくて塗らんことが多いので、あんまなくならないんで、もう1年ぐらい持ってん、この前のやつも。だから今回も、まあ、1年ぐらい持つんかなっていう感じなんですけど、でもちゃんと塗るようにします。シェーディング結構大事なんやなって思ったね。この前さ、メイクさんにさ化粧してもらったんやけど、もうシェーディングゴリゴリ塗ったら顔もうほぼ半分ぐらいなって、でも普通にめちゃめちゃちっちゃくなってさ、鼻とかもうこことかもうピキーン、すごいちっちゃくなったから、やっぱシェーディング大事なんやと思って新しいのね買いました。シェーディングするちゃんとします、これから。あとこれドンキ、これは今回買ったやつじゃないねんけど、これめちゃくちゃ使ってておすすめやから、ちょっと紹介させてください。よくあるやんこういうの。これドンキでも売ってます。ドンキで1000円ちょいとかやったかな。これから夏、見た目重視のダイエットしたいみたいな人におすすめ。はい、ということで、どんどん買ってきた食べ物系を紹介したいと思います。私がやりたかったなんか懐かしのチーク菓子をたくさん買ってきました。まず楽しいお寿司屋さん、ホイップケーキ屋さん、楽しいお祭り屋さん、ねるねるねるね、くるくるたこ焼き、あともう一個ねるねるねるねもありました。7個のチーク菓子を買ってきた。こうなんかチーク菓子で24時間生活みたいなショートを取ろうと思って、幼少期を思い出そうと思って、あとちっちゃい時さ貧乏やったからさ、こういうのできひんかったからさ、大人になってちょっとやってみようと思って大量買いしてきました。
ました。あとその流れで各国のカップ麺も買ってきました。ショートでやったそうじゃないうち。まず日本カップヌードル、韓国辛ラーメン、シンガポールシンガポール風ラクサカップヌードル、タイパクチータオル、タイパクチー香る、うるさいな、タイパクチー香るトムヤンくん、この4カ国食べてるだけのショート動画を撮りたいなと思って買ってまいりました。まあ、これも何かに使えるやろっていう。で、あとこれもショートでやろうと思ったやつなんやけど、駄菓子を買ってきた。駄菓子って懐かしくない？もう私なんかさ、駄菓子屋さんとかめっちゃ好きで、この前さ西武園遊園地行ってんやんか。で、西武園遊園地の中に駄菓子屋さん、ちっちゃい駄菓子屋さんみたいなのがあって、もうそこで私大興奮でほぼ全部買ったんじゃないかなってぐらいで、帰りの電車で友達と食べるぐらいには興奮してたんですけど、ドンキでも駄菓子がめちゃくちゃ売ってたので、ショート動画でなんか駄菓子で24時間やろうと思って買ってきました。まずこちら、ぷくぷくたい焼き。懐かしくない？顔から食べるか尻尾から食べるかね、いつも迷ってたんやけど、なんか今多分昔なかったと思うねんけど、アートモナカのパターンがあるらしくて、なんかピノでいうたまに出てくる星とかハートとか、ああいう感じでハート入りのモナカがあるらしくて、当たればいいなっていうちょっと期待を抱きつつ買ってきました。 あとこれも好きやって、見て、甘いか太郎、めっちゃ懐かしくない？かば焼きさん、かば焼きくん、どっちだっけ、女男どっち、コンビニとかで売ってるやんか。でもこの甘いか太郎ってさ、コンビニで売ってなくない？だからちょっと興奮して買ってきたのと、このさくらんぼ懐かしい、きなこ棒とか、あとこのカツ、ヤングドーナツ、あとよっちゃん。でもよっちゃんはね、赤売ってなくて白を買ってきました。なんか赤売り切れてたそんな人気よっちゃんで、あとこういう、いちごでいいから。このさ、絵柄めっちゃ懐かしくない？ずっともみたいな。夏ーと思って、もう平成女児大歓喜。最高みたいな。あと、オレンジガムとチロルチョコも買ってきた。で、あとね、まだあんねんけど、ペロペロチョコとか、あとこのパチパチパニック、カプリコ。私カプリコ大好き。大人になってからめっちゃ買うようになって、昔はさ、結構なんか、高級品というか、結構高いやん。これ1個で100円とかやんか。だからなかなか買われへんかったんやけど、大人になってよく食べるのでね、今回も安定に買ってきたのと、あとこちら、なんかさ、練乳つけて食べるやつ。めっちゃ懐かしくない？これあったので買ってきました。で、ラストは、もう私これ何回食べたかわからへん。コクのあるこってりスープ、豚麺、豚骨味。もうなんか昔とかはさ、50円とか60円とかで買えてたのに、今100円とか。高い。めちゃくちゃ懐かしくない？まあ、なんか駄菓子だけで24時間っていう動画撮った時もさ、やっぱ締めがいるやろってことで、この締めとしてね、豚麺を買ってきました。おー、買ったねー。で、こんだけ買って1万9000円ぐらいやった。もうすごいお菓子の量。でも今日買ったお菓子だけでも3つもショート動画撮れるので、かつずっと私がしたかったチーク菓子と駄菓子で24時間。楽しみで仕方ないんですけど、まあ、すぐ上がると思うので、見ていただければなと思います。ドンキでおすすめの購入品とかあれば、ぜひコメント欄で教えてください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。あ、待って、寝てんけど。見て、寝た。あ、これで静かになるかも。やったー。10時ぐらいには寝んねや、この子。OK、Google。最近蒸し暑いし、続きすぎてるけど、風には気をつけて、一緒に頑張っていきましょう。また次の動画でね、バイバーイ。見てくれてありがとう。